久々にキャンプビーン来たな。雨降ってるけど、場所をどこにしようかな。昼間は夏で、夕方からは秋。二つを楽しめるこの時期、好きなんだよな。この辺、上に木があるし、雨も避けられそうだから、ここにしよう。天気予報を見ると雨もすぐ止みそうだし、大丈夫でしょう。雨もまたキャンプだ。今日のテントはヒルバーグのアラック2。大好きなテントだ。立てやすくてしまいやすくて、それにかっこいい。いいテントなんだよな。テントを広げたら、椅子と俺の木琴を置いて、これで俺の秘密基地の完成だ。よし、とりあえずあれやるか。今日は新しく手に入れたパイントグラスの筆下ろし、どっちにしようかな。ヒルズフィールドかお酒マンか、悩むな。とりあえずヒルズフィールドにしよう。太陽の光がちょうどよく雰囲気を飾ってくれている。お気に入りのグラスに冷気を漂わせし、ビールを注ぐ。ついてすぐ飲むのが俺流だ。まずはここまで無事に来れたことを称えたい。日暮らしたちもウェルカムソングで迎えてくれている。さあ、カラカラの喉を潤そう。くぅ、うまい。いや、もっと飲もう。うますぎる。今の時間は夏のビール。長旅でカラカラになった喉をスーッとビールが駆け巡る。よし、すべての準備が終わった。何もしないこの時間、俺だけのこの時間、この時間がいいんだよな。さあ、第一の仕事、薪割りでもしますか。おいおいおい、どういうことだ。手袋は左手しかない。二つあるのに左手だけ。なんでだろう。両方つけられるかな。でもやっぱり無理だよな。まあ、しょうがないか。お、乾いてていい薪だ。気持ちいいぞ。日暮らしの声と薪割りの音、ブルーモーメントの中、薪を割る。いいじゃないか。なかなか割れない時もある。今のミッションは大量に汗をかいとくことだ。秋の時間になった。焚き火が心地いい時期になってきたな。燃えやすいように薪を組んでいこう。本日2個目の筆下ろし。ドルフィールズ、ん？あ、ヒルズフィールド。逆から読むのか。なかなかおしゃれじゃないか。おー、中の絵も素晴らしい。全部種類が違って、選ぶ楽しみがあるじゃないか。今日はどれでいこうかな。お、これでいこう。好きがテーマだ。
火をつけるこの瞬間、ドキドキするな。よっ。さあ、育ってくれ。あれ、ちょっとマッチの位置が悪かったな。大丈夫。もう一回調整しよう。今度はこっちからだ。麻ひもにうまくつけばいいんだけど。お、いい感じ、いい感じ。小さい炎を育てていこう。よし、あれ？おいおいおい。なんだ、なかなかの強敵じゃないか。もう一度。麻ひもの上に落ちればいいんだけど。ダメ押しのもう一本。いけたか？こんにゃろう、こうなったらもう一本だ。じっくりじっくりつけていこう。よしよしよし、いい感じだぞ。いい感じで育ってくれそうだ。この小さな炎をじっくりじっくり育てていく。おお、いい感じじゃないか。キャンプしてるな。ここで安心しちゃいけない。今のうちに太めの薪を入れて火を安定させよう。最初のうちは気を抜けないぞ。さあ、ご褒美タイムだ。負け割りで随分水分を消費してしまった。早く補給しなければ。金色のビールと焚き火、夏から秋の象徴だ。まあ、ビールは冬でも飲むんだけど。季節の変わり目に乾杯。くー、2本目とは思えないうまさだ。いや、これはむしろ1本目に違いない。日暮もそう言っている。よし、今度はこの灯火でランタンに火をつけていこう。ランタンに火を灯すと優しい光がいいんだよな。うん、いい感じだ。それにしても腹が減った。簡単で早く、そしてビールに合うつまみを作るのがミッションだ。先に行っている胃袋の中のビールに早く届けよう。まずは長ネギをざっくりみじん切りにしていく。最近長ネギのみじん切りするの多いな。まあいい。次に生姜だ。これもみじん切りにしていく。みじん切りはバラバラにやって包丁で叩くのもいいけど、こうやってまとめると均等になるし楽なんだよな。続いてニンニク。ネギと生姜とニンニク、香りの三重詩だ。こいつもみじん切りにしていこう。まずは夏の定番、お勤め品で半額になっていた。これは嬉しい。多めの油に先ほどの三重詩を入れる。そしたら次は未ホークの爪だ。
そしてホアジャオ、こいつが決め手になる。あとは香りが出るまでじっくり炒める。油にそれぞれの香りを移すのだ。香りが山全体に広がったら枝豆の投入。ふー、いい香りだ、たまらねー。ニンニクと生姜はチューブでもいいし、今はスーパーで刻んだネギも売ってる。それでやってももちろんいいけど、やっぱ自分で炒めると香りが違うな。この枝豆のツヤ、スキンケアがバッチリですね、枝豆さん。よしよしよし、薬味たちがだいぶいい色になってきた。香ばしさもアップだ。よし、ビールのベストパートナー、四川枝豆の完成だ。これは皮ごとしゃぶりつくのが正解。いいいい、舌の上でピリッとしびしび、鼻に抜けるいい香りだ。これは止まらんな。少し食べて落ち着いてきた。メインの調理に取り掛かろう。今日のメインは老若男女の大スター唐揚げだ。虫たちも感極まっている。お、今日の包丁研ぎがうまくいったな。鶏の皮もスパスパ切れる。これは大技者21校に間違いない。切れる包丁の上を滑るまな板の音、二つで重なるデュエットが耳に心地いい。包丁したら唐揚げの中でも一番重要な作業、味付けだ。ここで油断してしまったら全ての唐揚げがダメになってしまう。慎重にやっていきたい。まずはネギと生姜の香り水を作っていく。あとは嫌いな上司の顔を思い浮かべながら、容赦なく生姜と長ネギの青いところを潰していく。うちもネギも出し切ることでうまくなる。その水を鶏肉に入れていこう。よーく揉んで鶏に吸収させるのだ。うまい飯と一緒にストレスも飲み込んでしまおう。鶏が水分を吸収したところで味付け開始。まずは濃い口醤油、その半分の薄口醤油、みりんを少々、卵の卵黄も入れる。そして香りのごま油。これで一旦よーく混ぜる。混ぜて混ぜて美味しい液を吸収させる。そして小麦粉を入れる。おっと、バッタは入れないぞ。そして小麦粉と同量の片栗粉、これが決め手だ。おいしいタレが唐揚げの周りにまとわりつき、片栗粉でジューシーさを残してくれる。しっかり揉み込んでいく。これで長屋にも負けない唐揚げができる。
油を注ぎ、唐揚げの舞台を作り上げていく。今日はさっくり食感にしたいので、片栗をまぶしてあげる。油の温度は160度だ。低い温度でまずはじっくり鶏に火を入れていく。形は揃えてあげないと揚げムラが出てしまうからな。ここもきっちりやっていこう。なんという絶景。メスティンいっぱいに広がる雲海のごとく油の泡。いいじゃないか。ここで油断してはいけないぞ。8割ぐらい火が入ったら油から揚げる。色は白くても大丈夫だ。今は8割でいい。余熱で火を入れるのだ。唐揚げ2期生も揚げていこう。この時点では純白の唐揚げでいい。今じっくり中に火が入っていってる。この間にあれを作ろう。今日はせっかくの唐揚げパーティーだ。大好きなウイスキーでハイボールを作っていこう。ハイボールと唐揚げ、考えただけで笑みがこぼれる。楽しみだ。メインに差し掛かっている。俺もお酒マンにならなければならない。この音がたまらない。スモーキーな香りが鼻に抜けて心躍るぜ。よし、いいぞ。ちょうどいい塩梅だ。ちょっと我慢できないな。一杯飲んでしまおう。ドリンクは大だ。しっかりとした喉越しの後のスモーキーな香り。こりゃうまいよ。さあ、とうとう来たクライマックス。油の温度は190度に設定しておこう。表面だけさっくり揚げれば OK だ。よしよし、いい感じだ。やっぱり揚げ物は外でやるに限る。乾杯。この世に生を受けて一番最初に好きになったのが唐揚げだった気がするな。今日は晩ご飯のおかずが唐揚げだった時の飛び跳ねるような嬉しさを思い出しながら酒を飲んでいこうと思う。よーし、完成したぞ。懐かしき思い出の唐揚げ。心ばかしのキャベツで背徳感を消していく。いただきます。熱っ熱っ熱っ。でもうまい。やっぱり揚げたては元気のもとだ。今日はドリンク&唐揚げオア大。そうだ、そのままでもいいけど、こういうのは
どうだろう。王道のマヨネーズに醤油、そして七味を入れていく。マヨ醤油七味のソースを完成だ。お、そういえば鶏肉とマヨネーズは卵だから親子ソースか。あー、これはいい。思っていた5倍はうまいぞ。これは間違いなくキャベツもうまし。パリッパリキャベツだ。口の中のリセット完了。こりゃ止まらないですよ。唐揚げとハイボール、キャベツの無限ループ。いつの間にかセミからスズムシに変わって、あたりも涼しくなって食欲も倍増だ。ウイスキー唐揚げマラソンももう終わりだ。またエントリーしよう。これから雨降るみたいだから、もうテント入っちゃおう。あとはゆっくりゴロゴロしながらワンピースでも見ますか。いやー、いいキャンプだった。またやろう。